にちは、えっちゃんです。今日は近代麻雀の撮影会、水着撮影会かな、行っていきたいと思います。ということで今日は珍しいメンバー、この絵面珍しくない？めっちゃ珍しい。はい、ということでチャキでーす。サルタでーす。はい、なんとおこふるえつおこぽんえつ、はい、なんかちょっと珍しいメンツでね、あの車乗ってますけど、はい、まあ、後ろにの方にはね、ステミレイズも来てて、みんなで今日は金馬の撮影会に行っていきたいと思います。よろしくお願いします。え、どんな水着着る？いや、もうエチエチで。え、うわ、エチエチなの？ちょっとあのここ、うん、あの3部かな、3部だっけ、うん、あのお揃いの、ちょっとエチ猫ちゃんを。いいな、はい、ちょっと着ようと思いました。なんか私もさ、はい、誰かと合わせたいなって思ったけどさ、はい、合わせるなんかちょっと想像つかなくて、うん、ちょっとじゃあ私3部猫になろうかな。ほんまですか？はぐれ猫になってようかな。ほんまですか？でもちょっとみんなのね、衣装とかも楽しみにしてるんで、うん、ちょっと後でまた水着に着替えたら見に行かせてください。では会場へ行こう。ここで3人で撮ります。死にかける。本当だよね。もう終わる頃にはびっちょりじゃなくて。いや、もう2部やばいっす。イエーイ、近代麻雀です。え、初ですか？いや、初。わお。先輩。いやなんで。しかもこれさ、 TikTok でよく見る服じゃない？あ、そうです。これでよく踊ってるわ。はい、来ちゃいました。こんなやばいんだ。イエーイ、エロ。いやいや、なんかちょっとコスプレな感じで、いつもあれじゃないですか、ビキニだから。そうだね、なんかスクール水着みたい。逆にね、めちゃめちゃはい、楽しみましょう。はい、ということで、ステミレイズの3人も、なんか今日もコスプレ集団みたいな。コスプレ集団チックやってます。騒がしいです。ね、グラドルじゃないからコスプレしちゃいました。はい、うちらね、そんなおっぱい言ってないからね。おっぱい言ってないから、可愛い衣装着とけばね、可愛いを追求して。可愛いを追求した結果、わかる。そういうフェチの人も多そう。この後もね、2部、3部、4部と衣装を変えて楽しんでいきましょう。
ばいよ。うわあるコースでも35ぐらいしかない。やば。まあ、ちょっとね、キララさんは足をね、足の思った以上に怪我して爪がベローンベローンやらして、はい、何やったら何なのか分かんないですけど、こっからは2人で頑張ってください。頑張ります。えいちゃん猫ですね。はい、あやのもおそろおそろい、かわいい黒猫、ね、じゃあ頑張りましょう。頑張ろう。頑張ります。 I am not the victim of this love affair. You can make me goRealy care if it's getting fair. I just wanna love you, babe. You got me round your finger. Got me in a twisted state. But I refuse to see it. Yeah, you can turn me.ゴミちゃんめっちゃそれ似合う。やったー、かわいい。赤色です。赤似合うね、やっぱ。赤色担当なので、はい、まあ、2部の方ね、もうねすごかったね、はい、囲われ方がめっちゃ普通、人やばかったですね。コミケでしか見たことない囲われ方ね、すごかった。コミケみたいな囲み方だった。うん、いい人が赤いの。あやのは3部は？はい。あら、また猫です。白猫さん。猫猫猫バッグ。黒猫からの白猫。いいね。じゃあ3部も頑張ろう。キララおかえり。ただいまです。無事帰ってきました。2部3部の間にどこに行ってたんですか？いや、なんか冬の記憶だと、なんか病院の手術台の上にいましたね。本当にやってる？マジでなんかまあ普通に足だけ乗せて泣き叫んでました。
はい、今は今は普通にテーピングされてる感じで、はい、全然もうここにグッてかぶせて、もうそのほぼ取れかけの爪を残して、もうそれを全部そぐかくっつけて新しい爪を待つかって言われて、絶対にそがないでくださいって言ってきました。で車椅子、はい、車椅子です。本日は車椅子グラビアという、はいはい、車椅子グラビアという新しいジャンルを確立させました。中国の女性に勇気を。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ということで今日は1日金マーの撮影会に行ってみました。私は初めてだったんですけど、すっごいみんな楽しそうだったし、急にねザ・テレビジョンのインタビューも受けることになりまして、皆さんぜひインタビューの方もご覧ください。まさかねインタビュー受けると思ってなかったんですけど、テレビジョンに掲載されるらしいんで、今日の金マーの撮影の風景だったりとか、どんな水着を着てたか、そちらにも掲載されるので見てみてください。それでは皆さんぜひツイッターで金マーとか F ちゃんと調べると可愛い水着の姿が映ってるかも、なのでご覧ください。ではでは、こちらの動画面白かった F ちゃんいい感じの水着、ゴミちゃん、キララ、アヤノ、チャティ、それとも可愛かったよっていう方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまたね。まだチェキがあるんで頑張っていきます。